帰ってきたゆりえとあやのスペシャルウィークもゆるーり。MBC アナウンサーの上友ゆりえです。 MBC タレントの園田あやです。この番組はどちらかというとゆるーりキャラの私たちが世の中で話題になっていること気になるトピックスをゆるーくお伝えする番組です。はい、お正月もねやりましたね。そうなんです。1月2日朝8時半に、はい、私たちお正月はゆるーりという正月特別番組をお送りしたんですよね。はい、ひっそりやりましたね。そうなんです、うん、お正月を彩った私たちなのになぜかレギュラー番組になっていないんじゃないかとねえ、あんなにね、あ、意外と聴取率良かったって聞きましたよ。良かったって話だったんですけどね。はい、でもね、まだ特番になってないということで、うん、はいはい、復活となっております。はい、いきますよ。はい、まずはこちらからです。ゆるトピ、私たちが気になるトピックをゆるり紹介するゆるトピ。はい、今回のテーマは護身術です。これさ、はい、ラジオで伝えられるかな。園田さん、ちゃんと自分の身守ってますか？はい、いや、私キックボクシングやってるんで。あ、そうですよね。はいはいはい、じゃあもう大丈夫だ。じゃあやらなくていいかな。いや、やりますやります。私がもうとにかく学びたいんです。どうしたの、キャラじゃないじゃない。いや、でもやっぱり自分の大切な人だったり、はいはい、まあ、自分自身を守るためにもきちんとこう知識と技を身につけたいんですね。はいはい、ゆくゆくは護身術番組を作りたいんです。それ一回でいいんじゃない？いやいやいや、何回もするの。いろいろありますから、合気道だったり空手だったり、ははは、まあ、キックボクシングもそうですよ。うんうんうん、こういったね、いろんな護身術あるので。はいはい、今日はスタッフにあるものを用意してもらいました。キャットスバットタクティカルペンです。何？さあ、今園田さん手元にありますね、タクティカルペン。これか。え、ごついボールペン。そうなんです。見た目は一見普通のこう、はい、回転式のどこにでもあるようなボールペンなんですが、このボディ部分がデコボコしてますよね。はいはい、なってます。これすごく丈夫で、うん、頭の部分ですね、ボールペンの、はいはい、こちら軍用ツール仕様で防犯として活用できるんです。この上の尖ってる部分ですか？そうなんですよ。はいはい、この尖ってる部分が何かあった時に使えるという。ちょっと重さもありますよね。うん、ちょっと普通のボールペンよりは少し重いかなっていう感じで、なんだろう、時計 の、 あの腕時計の G-SHOCK をボールペンにしましたみたいな。さすがです、わかりやすい。ブラックとレッドとあるんですね、カラーが。そうなんです、2色展開で、まあ、長さも15センチくらいの、まあ、何かあった時に使えるという防犯アイテムになっています。はいはいはい、ということで私たちもこれゲットしましたので、はい、使いましょうか。使ってみましょうかね。うん、ちょっと上のこの尖ってるところこう手に当ててみると、はいはい、やっぱり少しチクッとしますよね。痛い痛い、わかる。痛いですね、これは。剣山ほどはないけど、はい、痛い痛いダメージ与えられるかな。ダメージちょっと、いや、まだチクリという感じですね。そうですね、痛みは与えられますね。うん、はいはい、本当に何かあった時のためにこれ持っておくと便利なので、うん、はいはい、まあ、寝る時のこうベッドの近く置いたりとか、うん、ですね。はいはい、こちら使い方皆さんどうぞ十分注意して、あくまでも何かあった時のために持っておくと安心かもしれません。はい、こういう風にこの番組レギュラー化したらいろんな護身術グッズまた技もねご紹介していきますから、ぜひ皆さんお楽しみに。続くかな。さあ続いてはですね、はい、私の考えていたコーナーなんですけれども、ゆるーりお悩み相談所ということで、もうね、上友さんが護身術に時間を使ったので、はい、私の時間がなくなりました。はい、こちらはですね、リスナーの皆さんのお悩みを解決していくんですが、ゆるーりとついていますので、我々ゆるーりとしたお悩みしか答えません。本当悩みって言っていいのかなっていうぐらいのお悩みをご相談ください。はい、まあ例えばワンちゃん猫ちゃんの名前を一緒に考えてほしいとか、あの家を平屋か2階建てか迷ってるけどどっちがいいと思いますかとか、もうそれぐらいのお悩みにしてくださいね。いいですね。私たちがゆるり答えていきますから。答えていきますので、はい、はい、あっという間に時間になっちゃいました。皆さんもですね、このラジオ聞きながらゆるりしてくださいね。ここまでのお相手は上友ゆりえと園田あやでした。こんなにゆるくて大丈夫かな。